電気石トルマリンは、計算塩鉱物のグループ名。結晶を熱すると電気を帯びるため、電気石と呼ばれている。鉄電気石、ネイフ 3AL63SI6O184。主に加工岩や加工岩質ペグマタイトに算する。駆動電気石、ナムグ 3AL63SI6O184。主に変成岩中に算する。リシア電気石。 NA3AL63SI6O184。ペグマタイトに算する。オーレン電気石、NA103AL63SI6O184。鉄回電気石、CAF33SI6O184。ハ電気石、キャンゲ3 3 s i 6 o 1 8 4ポイト電気石 FE にアラル 63SI6O184。 クドホイト電気石 MG にあるある 63SI6O184 山梨県で発見された新鉱物丸山電気石 K33O ダイヤモンドと共存する名前は丸山持長にちなむブラジルアフリカ各地スリランカアメリカ合衆国などで産出される味方小形に属しモースコードは7から7.5弱い圧電体の一つで 発電効果と、省電効果を持っている。また、急行型変更誌としての性質も持つ。宝石の一つで、10月の誕生石である。石言葉は、希望、潔白、寛大、忍耐。世界的に見ると多産な鉱物であるが、稀にある含む、道理シや電気石に関しては、宝石としてのいわゆる、パライバトルマリンとして、機産宝石として珍重される。無色、紫色、 青色、緑色、黄色、褐色,色、赤色、ピンク、黒色など多彩な色合いがあり、別々の石と考えられたため、色により名前が付けられている。ただし、こういった呼び名は紛らわしいので、GIA は推奨していない。基本的には、イエロートルマリンという風に、トルマリンの前に色を付けて呼ぶ方が無難である。例えば、ルベライトにしても、赤から、 ピンクオレンジまで色の範囲は幅広く混乱を招くことがある。インディコライトは上に青色とあるが実際には藍色に近い濃いブルーのものを称する。さらにグリーンでもクロムが入ったクロムトルマリンはプレミアがつく。また特殊効果としてキャッツアイトルマリンが有名である。品質は様々でキャッツアイが出るからといって価格にプレミアはつかない。 そして数は少ないが、緑から赤もしくはピンクに変わるアレキタイプトルマリンもあるが、これも緑色の部分が極めて黒に近く、また変色効果も鮮やかなものは少なく、高品質のものはなかなかない。トルマリンの語源は、正論島の現地語である、新原語のトルマリから来ている。これは、もともとイエロージルコンの呼び名で、ジルコンと、 トルマリンが混合した石を呼ぶのにも使われていたが、それが誤ってトルマリンのみに用いられるようになったと言われている。ありがとうございます。